皆さんおはようございます。今日もね、ちょっと、朝に帰宅しました。で、これからまた出かけます。うん、なんかね、えっ、ー、と、昨日の動画で、俺がくしゃみしたことに関して、すげえウケるっていうか、なんか面白かったって言われたんだけど、くしゃみしたぐらいで笑われても仕方ないんだよな。仕方ないっていうかさ、別に恥ずかしいとかじゃないよ。あの、笑わないでとかじゃないよ。あの、笑いたくや笑えばいい。 <laughs> まあ、俺が笑ったくらいだからね、くしゃみ我慢したのに出てよかったっつって。う <laughs> わでもさ、なんかさ、くしゃみは我慢しない方がいいよね。うん。で、結局、あの、くしゃみは何だったのかっていうと、あの、俺の知り合いが噂してた。あの時間帯じゃないんだけどさ。俺ね、基本、風邪ひかないんだよ。だからあんまり風邪でのこ、あの、なんて言うのかな、あの、くしゃみはしない。ああのたまにコショウとか使うとさ、くしゃみ出るけど、 あと、ラーメンを食べると、くしゃみが出る。けど、風でくしゃみってあんまないかな。噂話とか、胡椒とか、ラーメン食べると、くしゃみが出る。なんか、ラーメンってさ、くしゃみ出るよね。<笑><笑>ラーメンアレルギーアレルギーじゃないけど。ま、あい,いや、話が長くなりそうなので、いてあります。それでは、聞いてくれてありがとう。また後で、よろしく。